菊の香りが残っている京都競馬場15頭がスタートの瞬間を待っています。さあ飛び出した15頭、まずまずのスタートを切りました。果たして何が行くのでありましょうか。先手を取ったのはマリア・エレーナ、ローゼライトがかわしていきました。デビーナ、その後ろでやりましょうか。ゴールデンエクリプス、そのうちアートハウス、そして6番手にルージュエバイユでやります。外を通りまして3番ハーパー、10番ククナ、15番ビッグリボン、ゲラルディーナがそのうちにいます。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナーその外からは8番新緑化、そしてその後ろから13番サリエラ、5番伊豆城の奇跡、そして1番人気のブレイディベーグ、うまくいっているんではないでしょうか。それからもう1頭ライラック、もう一度整理しましょうか。先頭を行く4番ローゼライト、4馬身リードちょっと離されまして6番デビーナ、さあ第3コーナーに差し掛かります。14番バリアエレーナ下がって3番手、2番ルージュエバイユが内内を行っています。アートハウスがその後ろ、その外に12番ゴールドエクリプス、そしてそのうちにハーパー、クプナが並んでいます。15番ビッグリボン、そのうちに7番ゲラルディーナ、外を通って8番新緑化、これと一緒にサリエラ、伊豆城の奇跡、それから11番ライラック。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、先頭行く赤い帽子はローゼライト、真ん中を割ってくるのはゲラルディーナ、真ん中を割ってくるのはゲラルディーナ、ここで先頭に立ったハーパー、ブレイディベーグも差を詰めてきている、頑張る頑張る川田とハーパー、ブレイディベーグ懸命に追う、先頭ルメールとブレイディベーグ、ブレイディベーグ1着、エリザベス女王杯勝ったのは1番ブレイディベーグだ。勢いがありますね。1着1番、2着11番、3着7番以上のように確定しました。さあ飛び出した15頭、まずまず揃って飛び出しました。果たして何が行くのでやりましょうか。先手を取ってマリア・エレーナ、ローゼライトがそのうちにいます。6番エビーナ、外を通りまして12番ゴールドエクリプス、9番アートハウス、そしてその後ろからルージュエバイユ、それから3番ハーパー、8番新緑化、10番黒い馬体、ククナ、ビッグリボンが並んでいっています。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナーそのうち7番ゲラルディーナ、それからもう1頭13番サリエラ、そのうちからはライラック、これが1番人気のブレイディベーグ、ヌメール騎手この手応えはどうか。一番後ろに5番伊豆城の奇跡であります。緑の芝生は両方と発表されております。これが先頭4番ローゼライトでやります。さあ第3コーナーに差し掛かります。これを追って6番デビーナ、そしてその後ろから12番ゴールドエクリプス、14番マリア・エレーナ下がって4番手、内を通りましてアートハウス、その後ろでやりましょうか。2番ルージュエバイユ、外を通ってハーパー、8番新緑化、その外からは10番ククナ、ビッグリボンがその後ろ、それからゲラルディーナ、徐々に差を詰めます。ライラック、ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、先頭ローゼライト、足が止まった、ここで先頭に立ったデビーナ、ローゼライト懸命に追う、さらに内ゴールドエクリプスか、先頭変わってゴールドエクリプス、外から一頭ブレイディベーグ、ずらーっと横に開いての激戦だ、捉えた、かわした、ブレイディベーグ、ブレイディベーグ1着、エリザベス女王杯勝ったのは1番ブレイディベーグだ。1着1番、2着7番、3着12番以上のように確定しました。スタートを切りました。15頭、まずまずのスタートといったところでやります。さあ先行するのは何か。先頭に立ったのはローゼライト、大方の予想通りであります。12番ゴールドエクリプス、
それからアートハウス、そして4番手にマリア・エレーナ、内を通ってエビーナ、ルージュ・エヴァイユが並んでいます。そしてその後ろから3番ハーパー、それからサリエラ、そしてそのうちに8番新緑化、その外にビッグリボン、10番ククナ、その後ろでやりましょうか、ゲラルディーナ。15頭第2コーナー右にカーブを取ります。ライラック、白い帽子にご注目ください。これが一番人気のブレイディベームでやります。そしてしんがりから5番伊豆城の奇跡という展開です。もう一度前から整理しましょう。3馬身くらいの差をつけてローゼライトが先頭です。まもなく第3コーナーちょっと離れて12番ゴールドエクリプスでやります。それから足毛の馬体マリア・エレーナ、そのうちに9番アートハウス、それからもう一頭エビーナ、そのうちからはルージュ・エヴァイユ、ハーパー、それから13番サリエラ、新緑化がその後ろ、そして外からは15番ビッグリボン、内から1頭10番ククナ、そしてその後ろからゲラルディーナ、11番ライラック。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行くのは4番ローゼライト、外からはリビーナ、先頭ローゼライト、しかし差はそれほどでもない、いい足で上がってきているブレイディベーグ、頑張る頑張る和田とローゼライト、青い帽子ゲラルディーナ先頭だ、ブレイディベーグ懸命に追う、ゲラルディーナ1着、エリザベス女王杯、勝ったのは7番ゲラルディーナだ。2着、11番、3着、3番以上のように確定しました。さあ飛び出した15頭、まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。エビーナが先手を取ります。4番ローゼライトが上がってまいりました。そしてその後ろからゴールドエクリプス、アートハウス、マリア・エレーナ、内から1頭ルージュ・エヴァイユ、ハーパーがその後ろ。15頭第1コーナー右にカーブを取ります。10番プロイバタイ、ククナ、新緑化、外から1頭15番ビッグリボン、サリエラ、そのうちゲラルディーナ、白い帽子にご注目ください。これが一番人気のブレイディベーグでやります。伊豆城の奇跡が並んでいます。第2コーナーから向こう流し、それからもう1頭ライラック。さあ前の方はどうなっているのか。ローゼライトがレースを引っ張るようになりました。これを追って12番ゴールドエクリプス、内を通って6番エビーナ、そして4番手に2番ルージュエヴァイユでやります。それから足毛の馬体マリア・エレーナ、アートハウスがそのうちにいます。その後ろでやりましょうか。ハーパー、ククナ、8番新緑化、外を通ってビッグリボン、サリエラ、それからもう1頭ゲラルディーナ、そしていたブレイディベーグとルメールでやります。伊豆城の奇跡がかわしていきました。しんがりから11番ライラックでやります。大歓声が上がる京都競馬場、大歓声が上がる京都競馬場。ブレイディベーグはまだ後方、ようやく追い込み体勢、先頭和田とローゼライト、頑張る頑張るディビーナ、ここで先頭に立ったゲラルディーナ、ライラック届くのかどうか、間から懸命にブレイディベーグ、これは激しいレースになりました。ブレイディベーグが3番手ゲラルディーナかライラックか、首の上げ下げ、さあこの1着は際どいぞ。2着、7番、3着、1番以上のように確定しました。熱く熱く込み上げる